NMB484 周年記念ライブにマーチュン飛び入り参加10月9日に4周年を迎えた NMB48 が10月14日から3日間4周年記念ライブを行いました最終日には AKB48 に移籍した小笠原真友さんが客席で鑑賞小笠原さんはファンに促されるとアンコールのコールを発動さらにステージに上がりメンバーと一緒に青春のラップタイムを熱唱しましたこの後3人で この後、二人で記念ライブを掘り下げます。そんなことあったっけ <laughs> いやいや、もう忘れちゃったんですかいやいや、い <laughs> やもうね、はい、ただ、ただただ私はオタをしてたんです。うん、普通に見に来てたってことですかそ,その日に京都でお仕事があって映画祭かなんかそうですよね。で、そのまま、三日間ぐらい大阪に入れるから、まあお家帰るやん、普通に。ね、でもそれだけじゃもったいないやろ、はい、だから、 三、四周年のさ。最終日にさ。いや、でもそんなこと思わへんからさ、こっちはなんかファンの人が、マーチンが仕事で大阪に来てるよ、っていうことは、もし出るよね、みたいな。あー。とかなんかこう、なんていうの、探られて、やんなわけないやん、みたいな。って言ってたんですよ、勝手にメンバー同士で。本じゃおるし、みたいな客席に。で、上がってまで来るし。上がってまで来るてなんやねん、と思って。いや、なんでやねん。いや、ちょっと。 いや、だってさ、一期生でさ、黒髪に戻して。はいはいはい。黒髪絶滅少女絶滅黒髪少女はい、もう忘れてる絶滅黒髪少女踊っちゃったりして。です今年は。いや、ちょっとさ、いや、悲しかったよね。まあまあまあ、そうですね。だからさ、ちょっとマイク持ってちょっと上がっちゃった。いやいや、でもファンの方もすごい喜んでくれてましたよね、あの時は。うん、うい、嬉しかったよ。でもサプライズで。うちわとかあってびっくりして、自分で。あ、そう、マーチンのね。 だから多分そういう方だったんじゃないですか。うん、来てくれるって感じてたみたいな。いや、ありがたいよね。いや、最後一緒に歌えたのも嬉しかったですよ。<や>久しぶりにマーチューのそ,そう、ミックス見れて。いや、ほんまにさ、だって、うん、ま,あまずそのアンコール発動させていただいたのも、うん、ほんまに私の右斜め後ろぐらいのおじさんに、<laughs> はいはい、マーチューアンコールよろしくってテンションで。 言われて、うマジかよってなるやん。いいね、そんな、アンコールって、いつも裏で聞いてるから、まあ、なんか声は聞こえるけどさ、うん、はっきり最初に何言ってるかはあんまり聞こえない。んにになんか、ない何々行くぞーみたいな感じで、な、うんだからニュアンスでしかなくて、最初、アンコールって言ってたんやけど、うんうん 後ろの、その、部材監督さんに、違うよ違うよって言われて、NMB って言うんやって言われて、一回止めて、すいません、皆さんちょっと間違えましたって言って、NMB48 って言って、やしてでも気が早くてちょっと助かったよ。ありがとうみんな。いえいえ、うん、もうそこはね、慣れてますんでね。しかもダブルアンコールもさ、はい。言わせてもらってさ、すごい熱いライブになりましたね。じゃすごかったよ。 あの、あれが良かった。100年先でものダンスミックスそうですね。チーム N の、はい。あの、自分もさ、踊ってた曲やん。その、ここで公でやってて、うんうんね、まあ、その、元振りしか知らんけど、うん、それ以外で。4周年バージョンじゃないですけど、うん、作ってわざ、わざわざっていうか、そのために。なんか、チーム N ってやっぱ、ダンスすげえなと思うわー、良かった。なんか、こうやっぱ、他のチームと、うん、 違う。そう。みんなそれぞれのチームカラー出てて。あ、と面白かったのが、その、ワルキーを、あー !B2! チーム B2 で、なんか、相当気持ち悪かったよな。ヤンキーとか、めっちゃ面白い。とかった。そうそうそう。梅ちゃん。面白かった。はい。あと、涙されてましたよね。あの、私と山田奈々のユニット曲、友達の時に。友達はい。え、それ。え友達はい。 の相手だとお聞きしたんですけれども。いや、うん、感動しちゃいましたよね。乾燥してた。乾燥してた、うん、目が乾燥してたあの会場すっごい。会場がうん。ドライアイってなの。うん。いや、でも <laughs>